ね、メロディーラインです。高原牧場の、まあ、うさぎ小屋です。こういった感じね。あ、小さいのがいるね。元気そうだね。ズームできないかな。耳の先がどうしたのかな？でもウサギって静かだからいいね。でもすくすくと元気そうに育ってますね。もう最初来た頃のまあかわいい、まあ、子ウサギもね、いっぱしの、まあ、親ウサギになっていますよこれ。まあ誰だかちょっと分かりませんけどね。あそこの隅にもいるんですよ。
葉山高原牧場のうさぎ小屋からピーターラピットくんに会いに来ました。はい、もうすぐ目の前で、穴あみに、え、乗っかっちゃった、え、面白いね。諦めたのかな。面白いね。こんなに近くまでやってきましたよ。羊くんですよ。いやー、ウール 100% だね。すごい迫力だね。お、また黒いヤギくんがいましたよ。あまり近づくといけませんからね。そちらにはツノがあります。
ごい。でもやっぱりあれですね、季節によって毛の量っていうのは、まあ人間が人為的に調整しているのかもしれませんけど、まあ寒い時期は丸々と、そういった感じにしてますよね。羊くんスリムになりました。こちらにはポニーくんがいますね。ちょっと行ってみましょうか。ポニーくんのところが来ましたよ。ああ。わらーん。こちらね、うさぎくん全部で12匹ですね。うん、こんなちっちゃいのもいますよ。かわいいね。なんか一番最初に来た頃は、こういった小うさぎが4匹ぐらいいたんですけど、もう一発のネズミ菌になってますから。それでは、ご視聴ありがとうございました。ピーターラビットは私の隣に住んでいる。心ワクワク、いたずらが大好き。